スタレックスは、現代が製造、販売している自動車である。ミニバンモデルのほか、マイクロバス、トラック、タクシー、救急車のモデルがラインアップされている。1997年のジュネーブモーターショーでデビュー。10人あるいは1、2人乗りで、デザインベースは、三菱、デリカスペースギア。出力 85HP、4000RPM、トルク170ナノメートルの、 2.5リットルサイチェシー8バルブディーゼルターボエンジンを搭載していた。ABS や LSD を装備し、4足オートマチックトランスミッションやパーキングセンサー、運転席用エアバッグがオプションで装備できた。途中マイナーチェンジが行われ、新設計のフロントグリルに変更され、出力 145HP トルク360。 ナノメートルの2.5リットル DOHC16 バルブコモンレール式直噴ターボディーゼルエンジンが搭載された。2007年5月のソウルモーターショーで発表。東大から自社開発となった。ディーゼル車は2007年8月、ガソリン車は2007年11月に生産開始。常用と商用が設定され、常用タイプは8、9、11、12人乗り。 商用タイプは2、3、5、6人乗りがラインアップされる。韓国国内では名称を変更し、グランドスタレックスとして販売されている。メキシコでは、ヒュンダイと販売契約を結んでいる、クライスラーでメキコによって、当初は、ダッチ H-100 番、ワゴン、後に、ラム H-100 番、ワゴンとして販売されていた。2013年にラムプロマスターが導入されたのに、 伴って、販売は終了した。エンジンは、韓国、欧州向けには、出力 170PS、トルク 40.0kgM の、可変ジオメトリーターボチャージャー2.5リットルディーゼルターボエンジンと、三菱の4バイト12エンジンとほぼ同じ、出力 170PS、トルク 22.8kgM の、2.4リットルガソリンエンジン、シータが搭載される。また、 その他の市場では、出力 100PS、トルク 23.0kgm の 4D56 型ディーゼルターボエンジンを搭載した。また、トランスミッションは 4AT、5AT、5MT が用意される。最上級モデルには、レザーシートやオーバーヘッドコンソール、イモビライザーが装備された。さらに、アルミニウムフィニッシャーや分割可等式、シート、 キーレスエントリー、エアコン、ロックスピーカー DVD プレイヤーが標準装備される。2017年12月、10年ぶりにフロントマスクを大幅改良し、ザニューグランドスタレックスとして登場。アジア、オセアニア、および欧州市場において販売され、輸出名は H1、オランダ名 H-200、欧衆名 IMAX である。ありがとうございます。